初演時に、オクサーナを演じる村ビナ、クリスマスイブは、ニコライ・リムスキー・コルサコフが作曲した4幕からなる、ロシア語のオペラ。1894年から1895年に、かけて作曲された。台本は、ニコライ・ゴーゴリの、リカーニカ・キンゴーヤワの中にある同盟の短編をもとに、リムスキー・コルサコフ自身が作成した。 初演は1895年11月28日、サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場において、ナプラブニクの式で行われた。イヴァン・イエル・ショフが、バクーラ、エウゲニア・ムラビナが、オクサーナ、ヒョードル・ストラビンスキーが、パナスを演じた。なお、チャイコフスキーが、同じ題材をもとにオペラ、カジヤのバクーラを作曲している。チャイコフスキーのオペラは、コンクール出品作品であり、 リムスキー・コルサコフはそのコンクールの審査員だった関係からチャイコフスキーの生前は同じ作品のオペラ化は控え没後に手をつけたオペラ自身は不評だったが手の込んだ火星と色彩的な創意にあふれているリムスキー・コルサコフがチェレスタを初めて採用した曲でもある1903年に作曲者により組曲が編まれた 舞台は18世紀ウクライナのディカーニッカ村。悪魔にそそのかされて、ソローハは月を盗み、吹雪を起こす。愛するオクサーナにセレナードを聞かせようとしていた、ソローハの息子のバクーラや、闇の中で道に迷ったチュブとパナスは困る。バクーラは、チュブを恋敵と間違えて殴る。自分が誰よりも美しいと思うオクサーナは、バクーラの告白に対して、女帝の靴を、 クリスマスプレゼントとして送ってくれた人と結婚すると言う。ソローハと悪魔が愛し合うところに村長がやってきて悪魔は袋に隠れる。しかし今度は聖職者がやってきて村長が別の袋に隠れる。さらに呪文がやってきて聖職者が別の袋に隠れる。最後に爆売れがやってきて袋を鍛冶屋の仕事場に持っていく。 村人たちがクリスマスイブを祝う。バクーラが奥サーナの要求に絶望しながら袋を開けると中には小さくなった真男たちが入っていた。呪術師のパツユークはバクーラに悪魔の力を借りることを助言する。バクーラは袋の中の悪魔を助けてやり十字架の力で彼を従わせる。バクーラと悪魔は空を飛んでとのサンクトペテルブルクへ行き。 女帝の靴をもらって村に帰る。爆ラが絶望のあまり自殺したのではないかと心配する奥さなのもとに爆ラが現れて女帝の靴をプレゼントとして渡す。奥さなは本当はプレゼントと無関係に爆ラのことが好きだと告げる。人々は二人を祝福する。1903年に還元落用の組曲が編曲された。長さは30分ほどで、 連続して演奏される第3幕の音楽を主にしている。ありがとうございます。